小菅麻里の平均台の演技です。小菅もこれはロンダードからの屈伸宙返りで入ります。難しい技で入ります。入る時の顔いいですよ。なかなか今乗ってますね。これは両足でね、これはなんとかこらえました。はい、この時の頭の位置しっかり見てください。ほら、まっすぐ乗ってますでしょ。ずれてませんね。ずれてないです、はい、正面からご覧いただいてます。宙返り系列は頭をしっかりこの10センチの幅にまっすぐ乗せるということです。優雅なものを表現し、今のような力強さを見せ、それからアクロバットの危ないものをやり、そしてこういうバネ、ジャンプ、いろんなことがこういうふうに組み合わさっているんです。体操系の技とアクロバット系の技、これを組み合わせて表現するわけですね、はい、この小菅は塚原コーチによりますと一番練習熱心な選手と、非常に頑張り屋だということなんですね。やっぱりね、練習しただけね、もう一歩で、もう練習の段階から一歩勝ってるんではないんですか。技にもパワーがありますね。本人は自分の性格を分析すると頑固だということを話しておりました。いいですね。さあフィニッシュです。屈伸のムーンサルト、これは難しい、難しい技をこなしました小菅麻里。できたらもう少し屈伸のムーンサルトがね、高ければいいですね、欲を言うとね。これは入りの部分ですね、はい、入りの部分ですね。なかなか両足着体ですからね、難しいですよね。ここから宙返りが1つありましたから、これで2つ、はい、3つですよね。1本の向こうへ行く片道で4つ宙返りがあるんですからね。あ、もうこの辺から皆さんとちょっと他の選手とね、まあ、全然違うなっていう気しますね。さあここのところが、もう少し、はい、こう顎を下に締めて台を見て、もうあと10センチ高く上がってから今のムーンサルトやってほしいですね。そうしたらおそらく 9.9 は出るでしょう。それでも 9.7